お風呂に入ろうがマッサージをしようが悪くて困った。でもあんなにがっつり筋トレしたのすごく久しぶりなんです。なんかね、そうなんだっけ、私さ前かすみんのさイメージカラーがさ首がこうやってなってるってよく言ったじゃないですか。かすみんのイメージカラーがこうやって首フリフリしてるってさって言ったんだけどさ、なんかね昨日もダンスの先生から聞いたらさ、聞いたらね、なんか DH もなんか DH のイメージカラーを先生が愛媛たちの子に真似したらしくって、なんか D のイメージカラーもなんかこうやってなってるらしい。なんかそうこうここじゃなくてこうこうなってるらしくってさ、自分だとさあんま分からんかったんだけどさ。なってたらしいです。そうでは違うとこでフリフリ、でもなんかこうフラフラさせたかったっていうよりは多分なんか可愛く首をつけようとしたらこうそうなったんだ気がそうなった気がする。分からんけど、なんか暑いね。なんかいつも配信始めると暑くなるんですよね。まだクーラーつけてない。おはよう。なんか髪の毛ボサボサだな。なんか私さ寝癖全然つかない人だったんですよ。髪の毛そうポニーテールとかお団子で縛っててもすぐ元に戻あの届いたらまっすぐに戻る人だったのに、なんか広島来てから謎に寝癖もめっちゃつくようになりました。なんでだろうね。まあ暑い。あ、ハッピーショッピーさん、なんだこれ、くまちゃんありがとうございます。わーい、ありがとう。くまさんだ、水色のかわいい、ありがとう。ハッピーショッピーさん、センキューですね。そう、寝癖なんですよこれ、寝癖。嬉しいなってね、本当にすごい久しぶりかも。でも DM も割と久しぶりです、この配信自体が。そうカスミンとね月一で岩盤浴に行こうって約束したから、そう行きたいですね早く。まだね8月、あれまだ8月になってないか、7月か、7月行ってないから。7月行ってない、嘘、7月に行ったのかな、7月に行ったんだっけ、7月に行ったのかな、7月に行ったんだっけ、ちょっとなんか分かんなくなっちゃったけど。
沢さんに帰省さん中畑奈さん、そうなんです、あのそれ私たち昨日レッスンいて終わったかな、レッスン終わった直後ぐらいにゆいなあれゆいながアンナさんめっちゃ大好きじゃないですか、でゆいながめっちゃ焦ってみんなに教えてくれて、でみんな超パニック状態でした昨日レッスン終わってから、アンナさんがってみんなでなってた、うん、ゆいなね、いや泣いてはなかったよ、泣いてなかったけど、でもその後の配信見たら泣いてたよねね、そうゆいなが、そうレッスンの時は泣いてはなかったけど、レッスン後からは泣いてなかったけど、配信の時は泣いてたからめっちゃ号泣でびっくりした。でもゆいなとアンナさんすごいなんか仲良しだったから悲しいよねきっと。でもアンナさんみんなに優しい、3期生が入った時も一人一人なんかメッセージ書いてくれたし、うん、そう一緒にご飯とか行ってて、そうなの、なんかカフェ行ってた気がします、キッチンさん、もうそろショールームが夏休み期間に入って昼間もできる、そうなんですよ、そうなのだからねみんな楽しみにしててくださいね、ね私たちにもちゃんと夏休みというものがあるんだなと思って嬉しいです。7月だと思う、知らんけどなんてじゃあ7月に行ったのかな、7月の最初の方に行ったのかな、もしかしたらそれかきっと6月の最後の方に、いやでも7月に行った記憶ないんですけどね、まあ7月に行ってたってことで、あれなんかリップコあまりにも化粧っぽなさすぎてリップつけたんだけど濃すぎた、いや7月に行ってたみたいですって言ったじゃん、もうかすみんとまだ今晩よく行ってないから早く行きたいです、またそう、でも岩盤浴って入ったら痩せるじゃないですか、入ったら痩せるけどさ、でも次の日になったら普通に体重戻ってるくないですか、なんでご飯食べちゃったからかな、あ、なるほどね、水分が抜けるから、水分が抜けるから痩せるだけで、別にあの痩せ自分の体の何かが消費されたわけじゃないんですねえ、水分なくなるってさどうなの、そう言って体に悪そうだけどね、水分抜けるってね、人間の体はキュウリと一緒だってよく言う、クバネパパさん岩盤浴って暑いのって、岩盤浴暑いです、暑い岩盤浴は暑い気がします、結構なんかその温度によってお部屋が分かれてるんですけど、もう一番暑い部屋にこの前行ったんですね、全部行ったんですけど一番暑い部屋も入って、でもそしたら一番
暑い部屋はもうなんか入った瞬間からもめっちゃもう暑さの勢いがすごいんですよ。しかもなんかこの熱気がこの口呼吸する時とかに鼻とか口に入るじゃないですか。もうそれがめっちゃしんどくて、なんか痛いんですよ。もはや鼻とか私めっちゃ痛くて、鼻から息するじゃないですか。でも吸う、この吸う空気が熱すぎてめっちゃ鼻が痛くって、だから体はまあまだ慣れるんですけど、割と鼻が慣れなくって、だから鼻にずっとタオル当てながら言ってました、ちょっと慣れるまでは。でだんだん慣れてきたら外せる。でも本当なんかテレビがあったんですけど、テレビの CM を待ってたんですね。 CM が始まって終わるまでの間はとりあえず耐えようって言って、かすみと。でその間は耐えてたんですけど、でもそれだけでも、その間だけでもう体全身がびしょびしょになる、その抜けてった水分ってか汗でびちゃびちゃになります。もう全身が、顔なんかも涙のように流れてくるし、体もびちゃびちゃです。岩盤浴でめっちゃ語っちゃった。きっとさ、水分がなくなったら干からびるかも。え、そうですよね。私もさ、だから水分抜けるって聞いてさ、それいいことなのってちょっと思った。ゆうたろうさん、熱中症に気をつけてね。ねえ、本当に気をつけてください。今結構暑くなってきたから。もうでもね、すごい思うことがあるんだけど、やっぱり広島ってかこっちの方が涼しいですよね。こっちの方が南だけど、こっちの方は涼しいです。埼玉は激熱です、本当に。人間ってキュウリみたいにシャキシャキだったのかなって。なんか何が一緒なんだっけ、水分あの多さが量が同じなの分かんないけど、割合。じゃあ食べてみなよ、意外とシャキシャキかも。サウナ岩盤浴って何度ぐらいなのって。え、なんかね、何度か思い出せない、あやふやだけど、でも私たちがこの前入ったうちで一番暑かったのは51度だった気がする。え、本当に51度。でもそれぐらいだった気がするんだよね。デイちゃん、暑いのと寒いのどっちが苦手なんだって。え、絶対暑いの。寒いのはだってもう着込めばなんとか耐えられるじゃないですか。でも暑いのってさ、もうさ、これ以上脱げないってところまでいったらさ、どうすればいいの。だから私は冬の方が好きです。寒いのの方が耐えられる、ね、早く冬にならないかなってすごい思う。めちゃくちゃ冬になってほしいです、早く。なんか冬の方がさ、洋服も可愛いしさ、てか、なんてクリスマスがあるじゃないですか。なんか昨日クリスマスの動画を見ちゃって、なんかすごい、あ、早くクリスマスになんないかなってすごい思ったんですよ。でももう一瞬ですよね、きっと。だって広島の最後のツアーが広島じゃないですか。で、あれが9月にあるじゃないですか。だからそっから、じゃあまあわかんないけど、まあ10月は何があるのかわからないけど、11月は自分の誕生日があって、そしたら来月はもうクリスマスですよ。あっという間じゃないですか。ゆうこさん、最近散歩してる、だって
まだねこっちに戻ってきたばっかなんよね。そうなんですよ、お話し会の日に戻ってきました。ミヤティさん、温度違いの部屋あるんだね、立派な施設。本当ですか？どこもそうなのかと思ってた。そうなんだ、じゃあいいところに行けました。カスミンに感謝です。夏目さん、ハートたくさんありがとうございます。キットさん、水含まして口と鼻を押さえると息が抜けるかも。え、そうなの？どこに？口に？口？ん？血行早くなって代謝が上がるだって。あ、そうなんだ。え、でも代謝上がるのはいいことよね。いいことって聞く。でもディエね、なんかこっち来てからかいつからかわからないんだけど、あんまり明確にわからないんだけど、めちゃくちゃ汗かかなかったんですよ。本当に中学生高校生の途中ぐらいまで本当に汗かかなくって、全然汗もかかないんでね。だから全部なんか体の中で溜め込む、分からんけどさ。でも代謝めちゃくちゃ悪かったんですよ。だけどなんかいつの間にかめっちゃ汗かくようになった。それは代謝良くなったって言っていいのかな。あ、ちょっと暑いから扇風機みたいの使えばいいか。ちょっと待ってね。家の扇風機、おお、いいですね。これが良きだと思います。ちょっとウィーンって言うけど、これ去年の夏ぶり、去年の夏ぶりです。今年はまだ一回も、今年初使った。なんかそう、オーロラのやつなんですけど、なんかあんまりオーロラが消えてるんだけど、なんで。オーロラが消えました。これどこまで風速っていうの、なんかすごいボサボサだね。あれ。止めたら熱い。マタロさん、海やって湿気多いとかないのって、あ、そういうこと、そういうことなんかな。え、寝癖がですか。ピーターさん、おはよう。渡るさん、おはよう。キャップさん、埼玉激熱なだけだって。間違いないです。本当に埼玉が暑いだけだと思う。埼玉ってか関東が暑い、本当に。うん。ね。だって曇りの日でさえめちゃくちゃ、まあ、あんまり曇りだから涼しいとか関係ないと思うけど、そう、めちゃくちゃ暑いからしんどいです。こっちの方が全然涼しい。広島涼しいですよ。大阪めっちゃ暑すぎて溶けそうなんやけどって。確かに大阪も暑そうよね。ね、だって夏の京都とかめっちゃ暑いって言うし。あ、そう、ニュースを見てた時にね、なんかその一番暑い地域とか、なんか39度の地域とか38度7度みたいな感じでさ、の地域がなんか大まかにポポポンって出る時があるじゃないですか、ニュースで。それでさ、大体岐阜がさ、めっちゃ上の方に岐阜の地域がたくさん入っててさ、あ、だから岐阜ってめっちゃ暑いんだって思って、なんか
今までは岐阜とかさ気にしたことなかったけど、岐阜とか山梨とかさそういうの見ると、ああなんかいちごかとかさ、ああゆいなかとか思ってなんかいろいろ目に留まるようになりました。すごく同地暮らしさ、今だったら海に行って岩の上に寝転んだ天然の岩盤浴になるよ。確かに。でもめっちゃ日焼けやばくないですか天然の岩盤浴すごい。春に感じたのそっちの方が花粉少ないのって、あ、そうなんだ。へえ、花粉って地域によって量違う。ルパンさん、水分と一緒に老廃物を出して新鮮な水分を補給する、だから健康になる。待って、鼻がツーンってする。なるほどね、そうなんだ。そんな、あ、でも水分だけじゃなくて老廃物も出てくれるんだったらいいですね。BB さんフォローありがとうございます。おはよう。え、ケットさん51度は一瞬でミイラになりそうだって。え、51度じゃなかったっけ。でも41度だと普通に絶対低い気がするから51度ぐらいあったと思うんですけど、いや多分あったと思います。でそれの、あの時間によってなんかレベルアップする時間があるっぽいんですよ、なんか期間限定で。その時が54度だった気がします、確か。ズーミーさんお疲れいちです。クマネパパさん冬生まれだから質問、確かに確かにキッチンさん、ディーチはうなぎ食べるとって、うなぎ食べますよ。この前ね、家族でお寿司屋さん行った時にうなぎのお寿司があって食べました。なんかそこのお寿司屋さんがすごく美味しいんですよ、だからおすすめです。そう、なんかね、そう、海の近くのお寿司屋さんなんですけどめちゃくちゃ美味しくって、なんかネタがすごい大きいんですよ、味も美味しくって、だからめっちゃおすすめです。行ってみてください、行ってみてくださいとか言われたってどこか分かんないよって感じですよねふとみつさん、なくなるクーラーつけるかな、だって確かに。でもなんかね、最近ね電気代を気にしすぎててね、大学生、人一人暮らししたら大学生みたいそう、電気代とかを気にするようになりました。だから埼玉に行ってる間はもうこっちのお家はほとんどコンセント抜いて帰りました。テレビのコンセントも抜いたし、そのレンジとかトースターとかのコンセントとかも、掃除機のやつとかも結構ほとんど抜いてきました。マタロウさん、冷え性には冬つらいのよ。確かにそうですよね。そう、でもリエも割と冷え性です、本当に。だから冬はあのモコモコ靴下が必須です。そう、でもそれでも冬がいいね。そう、冬服好きなの分かる、だってね。そうよね、私も冬服めっちゃ好きなのよ。そう、なんか冬っていろいろおしゃれできる気がする。そうね、ね、ニットが好きなんですよ。いろんなニットを集めた、ニットセーター可愛くて集めたいです。
そう、なんかね、ピンクと水色と白でなんか編まれてるニットを前古着屋さんで買ったんですよ、去年かな、ん、一昨年ぐらいかな。でもそれが初めての古着屋さんで買った服で、一昨年、うん、わかんないけど、それくらい、1年生の頃にでも買いに行ったから、それがめっちゃお気に入りで、もうずっと着たいです。久々、わかる、クリスマス大好きな、そうよね、私も大好き。なんかね、クリスマスの音楽を聴くだけでさ、ワクワクするよね。人って誕生日あたりの季節が好きという話は聞いたことあるな。まあ確かにそれもあると思う。でも11月が好きなのは完全に自分の誕生日があるから。でも12月はクリスマスがあるので大好きです。クリスマス本当に楽しみなんですよ。なんかクリスマス何が楽しみって、別にプレゼントもらえることが楽しみとかじゃないし。そうじゃなくて、なんかクリスマスになると結構街並みが変わるじゃないですか、いろいろ。だからそれが好きです、めっちゃ。なんかお店入ってもクリスマス仕様の飾りがついてたりさ、それこそクリスマスツリーが立ってたりとかさ、ショッピングモールとか行ったりさすると、それが好きです。きっとさ、クリスマスまであと5ヶ月ぐらいだけど、待てそうだって。なんか5ヶ月もあるって聞くとさ、めちゃくちゃ長く感じますね。ハッピーサッピーさん、暑い時はアイスを食べるだって、間違いないです。本当にアイスを食べたら、うん、めっちゃ涼しくなる。でもね、この前ね、すっごい最強なものを見つけた。なんかね、なんかみかん氷みたいなやつで、本当にみかんがそのまま凍らされて入ってる、なんかなんだろう、みかんが丸ごとじゃなくて、この一つ一つの実が分かれて入ってるやつなんだけど、それがめちゃくちゃ美味しくってびっくりした。超おすすめです。ふとみつさん、クリスマスプレゼント買ってくるなんて、ありがとう。じゃあデイチのお家に届けてきてください。ザワさん、おはよう。たけしさん、おはよう。しやけんさん、クリスマスエクスプレスの CM してる、分からん、ごめんね。潮田さん、誕生日クリスマスお正月が続いて嬉しい季節だなって。確かにね、あのいとこに全然、お正月ってさ親戚と集まるじゃないですか。でもいとこと全然集まってなくって、そう、何年会ってないんだろうって感じです。早く使いたいですね。レイがもう中学1年生あたりから、1年生は言い過ぎかな、いやでも本当にそれぐらいから会ってないと思うんですよ、多分。そう、会ってないかもね。寂しいですね、会いたいかも。結構年が離れてるんですよね。なんかディアだけ近い年の子がいないんですよ。ありがとうございます。森末姫の部屋キンキンに冷やして厚着するらしい。森末の家だけ冬。いや本当にあのね、ヒーターのお家ね行くとね、めっちゃもう寒いってぐらいね、寒いってぐらい、うん、寒いってぐらい涼しいです。本当にこれはめちゃくちゃ思う。だからね、ヒーターにいつも寒くないとか言うけど、全然って言われるよ。でも私が入ったらヒーターの部屋はめっちゃ寒いです。パンさん、クリスマスかサンタコス見えるかのお話し会だね、あったらいいなってリアも思うね。サンタさん、じゃあ3期生だけトナカイでいいんじゃないですか。ナピちゃん、あちいってなるより寒ってなりながらぬくぬくしてる方が好き。めちゃくちゃわかる、それがいいよね、本当に。そうなのよ、その方がいいよね、寒々って言いながらね。
それがいいね。ねえ、ラピちゃん本当にお話し会ごめんね。大丈夫だったかな。本当に申し訳ない、ごめんね。まあ、星野まさきさん可愛い、ありがとうございます。ルパンさん、代謝はいい方がね、体に。そうよね、そういうよね。今のうちに代謝を上げておくことにします。まだ若いうちにやっておきます。ともっちさん、おはでいち、おはようだって、おはようございます。暑いね、そう、めちゃくちゃ暑い。そう、オーロラになってるんよ、この扇風機。なんかね、でも全然オーロラがなくなってる気がするんだけど、なんか、え、なんかさ、オーロラなくない？絶対さ、オーロラの何かが剥がれてる気がする。これなんか裏はさ、裏は割とオーロラになってるんですよ、まだ。だけどなんかさ、表全然オーロラじゃなくてただの白い扇風機なんだけど、やだー、ショックです。セナさん、おはよう。のしだって、おはよう。タオルか、タオル、え、タオルが欲しいになっちゃうのね。難しい。タオルに水含ませて口と鼻を押さえるとなんとか息できるようだって。タオルに水含ませて口と鼻押さえる、やっぱそういうの、私もそうだった。本当にタオル、そう、タオルがないとね、めちゃくちゃしんどかったです。試験マシンさん、ありがとう。グリーンさんもおはよう。ルパンさん、小型の扇風機と一緒に除湿のクーラーつけると快適やね。そうですよね、本当に扇風機と、そう、クーラーをつけるのが一番最強です。ドライヤーみたい、と小指前髪を。確かに海が近いからなのかね。そう思うと海って本当すごいよね。でもなんかカスミンといろいろ約束してるんですよ。なんか、あの、これ脱ぐせば。クレにも行こうねとか話したよ。クレに、今度はクレ、海がある方に行ってみようとか、みんなでプール行きたいねとか、海行きたいね、焼肉ツアー終わったら行こうねって言ったね。あと岩盤浴も月一で行こうねって言ったし。モピナーさん、冬の京都はめっちゃ暑い。そうなんですね、じゃあ寒暖差が結構激しいんだね。ナピちゃん、東京も毎日暑いでさ。そうよね、本当にこの前109まで歩いたんよ、病院から。その時は本当に暑くてやばかった。もう十数分歩いたんだけど、それがめちゃくちゃしんどかった。なんか昨日ね、昨日私高校の友達から言われて気づいたんですけど、あれ、これ言っていいのか分からないんだけどさ、なんかまたあの、誰か気分を害したらあれなんだけど、なんかで、なんかね、その友達がスクショ送ってくれてね、でヤフー知恵袋に、ヤフーの知恵袋あるじゃないですか、知恵袋にレイチ登場したらしい。ね、大阪温度が高いね、本当に大阪めっちゃ暑そうです。あ、なんかどっか行っちゃったよ、コメントが。
ぜなぜ。そう、クリスマスの話はちょっと盛り上がっちゃいますね。私もクリスマスめっちゃ好きだから。あれ、ちょっと待って、もうどこから目が分かんなくなっちゃったよ。え、ちょっと待って、あ、見つけた、ここだ。扇風機のこれがめっちゃあの回るような、ちょっといいか、なんかちょっとでもさ、こうシュッてやっちゃってさ、めっちゃ飛んじゃうからさ、びっくり。カムカパーさん、リーチおはようございます。おはようございます。今日も暑いけど頑張りましょう。クマネパパさん、もう30度だったらちょっと涼しい感覚。いや本当にそうなんですよ。で39度とか普通にあるじゃないですかね。なんかびっくりしちゃう。いや39度ってさ、もうめっちゃ高熱じゃんって思う。なんか、温暖化が進んでるなと思います。あ、そうなんですよ、いちごもね、そう体調崩しちゃったからね。そう、みんな気をつけないとですね。そうなの、本当に気をつけましょう皆さん。いちごで思い出したけど、いちごコロナになったらしくてメールしてあげて。あ、したよしたよ。もうね、いちごにもね、りちゃんにもね、連絡しました。え、大丈夫っていう連絡をした。でもいちごもりちゃんも体調悪いのに返信してくれてよかったです。そう、めちゃくちゃ心配だったから。今岐阜が暑いよね。そう、めっちゃ暑くないですか岐阜。びっくりした。グリオさん、岐阜は暑いよ。岐阜ちゃんも暑いから。岐阜ちゃんも暑いから。チームメイトに入ってたら天気予報忙しくなるぞ。だって天気予報、あ、ほぼ全員。なるほどね、そういうことね。確かに、そっか。森健さん、埼玉が気になってますって。え、本当ですか、嬉しい。埼玉も気になってくれて、でいつも故郷ですから。デトックスレッスン、デトックスって言うんですね。最近推しになって個別お話し会など今度いつ申し込みできるのかね。え、次のお話し会いつなんだろうね。でもみんなワクワクよね、次のお話し会。お話し会というか次のシングルが出るのがワクワクですかね。そう、息がつらいなら90度近くあるよ。だって、え、嘘だ、さすがにね90度は寝なかったと思います。でもね、50何度は絶対あったと思う。51かな、あ、52分かんないけど、50何とかはあった。めちゃくちゃ暑かったです本当に。そう、温泉のサウナ、温泉とサウナ、ん、違う、温泉と岩盤浴があるところに行きました。だから岩盤浴行って温泉に入ってで、かすことご飯食べて帰りました。フックさん、ハートたくさんありがとう。いいな、この前写真送ってくれたやつ。あ、そうですそうです、この前写真送ったやつです。そうそうそう、そう、海の近くの寿司屋さんで、そう、なんか紙に書いて注文するんですよ。これがなんか一
回6皿ずつぐらいしか注文できないんですけど、紙に書いて注文してそれで届けてもらうのが美味しいです。でもなんか一応前にも並んでるんですけど、それを取る人はなかなかいない気がする。うん、とか見たことない。みんなちゃんと紙で注文してお願いしますって感じです。そう、店名がね、わからないんですよ、お店の名前が。ちょっと調べておきますね。ちょっとお母さんに聞いてみます。もう3回ぐらい行ったことあるんですけど、お店の名前が知らないままで言ってて、ちょっとママに聞いておきますイシケンマシンさん、俺が言ったところは低温で森の香りのアロマ、鳥のさえずりで秘伝できるぐらいだって。え、めっちゃいいじゃないですか、快適。森の香りのアロマ、森の香りってどんな香りアイルマス元気さん、おはようって、おはよう、あ、やばいおはようございます。クマニパパさん、サウナは80度以上あるからだって。じゃあで、サウナダメだ。でもサウナ入ったことあるんですけど、なんかそんなしっかり入ったことないからわからない。かすみん、メールで2日間体調悪かったみたいなので、リエッツに気をつけて。あ、よかった、かすみん皆さんに言ってたんだ。そう、リエもさ、それかすみんのことさ、かすみんが今体調不良なのさ、触れていいのかわからんかったからさ、かすみんのこと言ってなかったんだけど、そう、かすみんもなんですよね。そう、かすみんにも連絡してあります。そうそう、なんかね、結構愛媛組がやばいのかな。あ、どうでさ、うなぎが食べれるお店全部行こうなって。あ、じゃあ自力でお願いします森健さん、ハートありがとうございます。クリオさん、ひつまぶし、ね、ひつまぶし食べたことないんですよ。ひつまぶしって何ですか。あの、アナゴとうなぎとひつまぶしの違いがいまいちわからないです。塚田市民さん、いまだに日高屋の焼き鳥丼食べてないだって。食べてくださいよ、めっちゃ美味しいですよ本当に。もうね、幸せな気分になります、あれを食べたら。では一番好きですね、あれが。外で食べるご飯で一番好きかもしれない。経済的な時期やなって、確かに経済的ですね。電気代を気にする。そう、電気代を気にしてることが増えたので、すぐ電気を消しちゃいます、夜も寝るときも。あんま寝るときにすぐ、まだ眠くないのに電気消すのめちゃくちゃ嫌なんですよね。なんか自分はまだ起きてるのに周りが暗いの嫌なんですけど、まあでもレッスンが始まったから割とすぐ寝るようになりました。カムカバーさん、リーチアバターまだ当たってないかもって。じゃあぜひぜひリーチアバターが出ますように願っておきます。リーチが、めっちゃウィンチュン。リーチいない間室内の気温上がりまくるけど大丈夫なんだって。え、そうなの。あんまり分かんなかったかも、あんまり気になんなかった。暑いの。でも最初こっち帰ってきた時の最初はまあ暑ってあんまりなんなかったかも。でとりあえずクーラーつけて窓を開けました。窓開けながらクーラーつけて。マトラさん、もこもこ靴下にもこもこスリッパ履いてるようだって。もう本当に冬は本当にモコモコがないとやばいですよね。なかなかに、なかなか大変なことになってしまいます。
タラタンタタン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 タタタタンタンタタンタンタン。末端冷え性には冬は辛いだってね、え本当にそうよね。でも夏も夏で割と辛くないですか。なんか夏はさ、クーラーが効きすぎる部屋にいるとさ、あの指先がめっちゃ冷えないですか。私はそれがめっちゃ気になる。何これ、お話し会ないんだけど朝配信してるか落ち着いたのかな。いやそんなことはないんですけど、あんまり最近配信してないのでやりました。今日は朝、今日は朝配信の日ですね。まるともちゃんさん涼しい、ありがとう。ストーチグラス秋になって少し涼しくなったら城巡りしましょう。したいしたい、本当に涼しくならないとね、なかなかね外にお出かけができない。なんかさ、室内に遊びに行くんだとしてもそれまでに外に出ないといけないのがしんどくて、結構なんかためらっちゃいますね。ね、冬はよね。ととみつさん、真夏生まれだけど冬が好きだって。いや私も冬が好き夏生まれじゃないけど、見てリエの髪の毛が泳いでる、ここほらほら見てすごー、何これ気持ち悪い。ねイルミネーションがねいいよね。ねクリスマスマーケットね行ったことないんですよ。行きたくてね行けなくて、ずっと行きたくて行けなくて。そうクリスマスマーケット行ってみたいの、めちゃくちゃ。こっちの方はさ、広島とかこの瀬戸内ら辺でクリスマスマーケットやってるところはあるんですか。高田市民さん水鉄砲ありがとうございます。サンタさんは何歳まで信じてましたかって、私お兄ちゃんがいたから結構序盤であれだった気がするんですけど、小学生あたりじゃないですかね。でもうち確か中学生からクリスマスプレゼントないんですよね。サンタさん来なくなっちゃいます。あ、切れちゃった充電。あれ？ん？あれ？あ、なんか充電切れちゃいました。困った。なんか一瞬だけつきます。え、すごい。え、でもこれさ、ずっと押してたら続くんじゃない？壊れちゃいそうだからやめよう。そんなことしたら壊れそう。これ充電式のやつです。デイチの誕生日あるから11月式になりますなんて、え、嬉しい。そうなんですよ、デイチの誕生日あるので皆さん楽しみに待っててください。ちょっとクーラーをつけさせてください。僕の疑問です。ハンディファンにストラップつけますからって、私つけない派です。つけてない、ハンディファンにストラップつけてないです。あの手首にかけるぐらいの長さのやつですよね、よく買った時の付属でついてくるやつ。あれつけてない、私つけ
けなくてもいいかなって。逆に本当に学校にいる子ってかもうクラス中がクラス中教室中がフランフランの扇風機で溢れてたんですよ。だからリエは自分だって分かるようになんかシュシュをここに巻きつけてました。ここにシュシュなんかピンクのオーロラのシュシュがあるんですけどそれをねここに巻きつけてた。前のパパさん冷凍みかん、そう冷凍みかん、そう冷凍みかん美味しいんですよ。なんか初めて食べたんだけど、あ冷凍みかんってかみかん氷みたいな名前だった気がする。でもそう冷凍みかんみたいなやつめっちゃ美味しかったですあれが。うん、今までシャーベットじゃないと思う。なんかねそうでもほんとあれです冷凍みかん。シミヤさん8月11日の公演東京から見に行きます。レイちゃんのパフォーマンスが大好きです。東京からわざわざありがとうございます。じゃあ楽しんでもらえるように頑張るので待っててね。ありがとうわざわざ東京から来てくださって本当に遠いのに。大ちゃんさんガツンとみかんが、え違う違う本当に、ね、どこに行ってたっけ、多分セブンイレブンに行ってるんですよ。あの本当にみかんが詰まってる。みかんがねアイスじゃないの、もうみかんのこうあのなんていうみかんを皮むいてこうやって実があるじゃないですか、実がそのままなんか冷凍されてパンって詰められてる。そんな感じです。クマネパパさん、え待ってめっちゃ面白いこれ。ヒータン地球に優しくない生活やな、だって。確かにヒータン地球に優しくない生活ですね。そうよ皆さん行ってくださいヒータンに。ヒータンそれは地球に優しくないからやめようよ、もっと温度上げなよって。クーラーじゃなくて扇風機を使えなよ、温度上げなよって、電気消しなよって。行ってみてください。ごめんね。そういいとこに全然シチューに誘えばいいじゃんだって。でもねなんかねダンスをずっと習ってた子がいて、だからめっちゃダンス上手です。なんかめっちゃジャズなのかヒップホップなのかわかんないけど、そういう系の。サマーメリークリスマスね、今はまだ夏だよ。でも夏がクリスマスのところもあるもんね。チャラチャラチャンチャチャン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 。スレモンさんおはよう。ナピちゃんお話し会のことすっかり忘れてた、多分こっちの電波が悪かったと思うからリエちゃん謝ることない、ね、でも本当にねちょっとね前もあったし、あそうなのね。そっかそっか、じゃあ仕方ないかな。いやでもそう本当にねびっくりした。でもよかったよかった、うんよくないかもないけど。シミさん水鉄砲ありがとう。高野人さん先日はお話かありがとうございました。こちらの電波不安定で改めましてごめんなさい。全然気にしないでください。そうなんかねそうこ
この前はね、なんかちょっと電波悪めの方が多かったんですよ。結構他にもいたからあんまり全然気にしなくて大丈夫です。トコタンさん、トコタンさん、どうもありがとうございます。おはようございます。キッチンさん、フランフランとかの、そうそうそう、フランフランのやつ、これそう、オーロラのやつです。でもなんかオーロラがちょっとハゲてる気がするんですけど、なんとなく。高野さん、扇風機脱皮しただけです、またすぐオーロラになります、だって。そっか、脱皮してたのか。じゃあ早く戻ってほしいですね。脱皮中です。カラオケ教室のタオルダメなのか。そうなんですよ、なんかタオルダメらしいです、謎に。次回のお話し会が待ち遠しいのね。本当にそうなんですよ、次回が待ち遠しいです。携帯扇風機あまり連続して使ったら、あ、そうなんだ、爆発しちゃうんだね、危ないね、それは。あ、浦部さん、タコさん、ありがとう。マシンガンさんも、クラゲさん、ありがとう。あと2分ぐらいだって。あと2分？そんなに暑いのでね、そんなに？今日読んでないコメントまだまだたくさんあったのに。じゃあちょっと待ってね、壇上読みます。それでは13位りょうたさん、ありがとうございます。ステージ12位おいでます元気さん、今日もありがとう。で11位が森健さん、ありがとうございます。で10位が星野まさきさん、ありがとう。そして9位キッチンさん、ありがとうございます。8位コックさん、ありがとう。7位クロワスト茶の太陽さん、ありがとうございます。6位ナピちゃん、ありがとう。そして5位くまねぽぽさん、ありがとうございます。4位たかよんさん、今日もありがとう。3位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。で2位はととみちさん、ありがとう。で1位はルパンさんでした、ありがとうございました。朝配信久しぶりの朝配信です。配信自体割と久しぶりなんだけどね。なんか今日は読めないコメントが結構たくさんありました、ごめんね。ありがとう、今日もたくさん来てくれてありがとうございます。じゃあまた今度会いましょう、またまた今度会いましょう、またまた会いましょうね。はい、今日も一日皆さん頑張りましょう、暑いけれどもね、本当にコロナも熱中症も気をつけて頑張りましょう。